場所。続いては浜松徳川武将隊の皆さんです。それではお願いいたします。あれ、青い終わっちゃった。Thank you.
川武将隊、者ども、名乗り上げよう。おう、戦国最強の男とわしのこと徳川四天王本多忠勝、我が戦生涯不吉、ただ勝つのみ。せやなおう、せやろう。やーよ、遠からんもの後に聞け。資格がよって目にもみよ。我こそは先の征夷大将軍徳川家康を父に持ち、ここ浜松で生まれ、徳川幕府264年天下太平の礎となった二代将軍徳川秀忠である。そして太鼓を打ちし、モノノフは徳川十六神将が一人、服部半蔵正成。数の寒暖進行を乗り越え、東東部は浜松より大出世し、大いなる夢天下太平の世を築き上げた。浜松城初代城主にして戦国の最終覇者、そう我こそが徳川次郎三郎家康である。はあ、本日はようこそ大関ヶ原2022へお越しくだされた我ら浜松徳川武将隊でござる。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、はい、忠勝は久しぶりに参ったな、この関ヶ原。いやー、誠にそうですね。まさに422年ぶりじゃ。ああ、もうそんな経ちますかな。そうだな、あそこではな、ほんと天西と東をこう分けるな、はい、もう大戦が行われたんじゃが、そうでございます。どうじゃ、422年ぶりに来たら、この美しい町になってな。いやー、さようにございますな。このような楽しい催しまで行ってな、はい、まあ本当にこう時代の流れを感じるの。あの頃はな、忠勝がな、はい、この家康桃配山配置してたんじゃな、うん、よう守ってくれてな。守りました。ああ、ことのほかな、実なりが強くてな。ございますな。うん、ああ、忠勝今日調子悪い。ああ、ちょっと胸がドキドキしてます。なんでじゃ、この人。しかしな、はい、三成が西から雨を降らすならば、うん、この東照大権現、はい、家康は東から火を照らすよな。うん、あ、いいこと言いますね。ね、もっと晴れると思ったんじゃが、そうでもないな。まあ時期にね。そうじゃな、はい、まあこの天でもな、うんうん、西と東でこう戦が行われてるからな。あ、うまいこと申されて。おお、晴れることを祈っておるぞ。はい、我々この後もな、14時半から下をな、うん、あの記念館で演舞をやるべな、はい、うんうん、そちらはおそらく快晴でやるぞ。あ、間違いございません。分かったな、はい、そんなことよりも、お、秀忠、あ、お自身、あ、皆さんご存知だと思いますけど、あのな、あれだけ言うておったんじゃ上は、うんうん、時間には遅れるな、侍がな。秀忠だ、武士、今回は間に合ったようじゃが、はい、422年前、はい、大遅刻しようって、お主なんで遅れたんじゃ。言われはですね、榊原康政の指示にございます。え、康政のせいだと、おかしいな、小平太にそのようなことは。じゃあしょうがないな。そうやって言われたんです。そうなの、うん、安政がそう言ったんじゃしょうがない、はい、皆さんそのようでございます。おいおい。というわけで準備できたのか。できました。さあ、というわけでな、早速次の曲へ参るぞ。はい、忠勝、お、もうよいぞ。はい、失礼します。そこで座っておる。はい、さあ、では忠勝からお送り出すは、この関ヶ原の地にて我が徳川軍がいかに前線を起こしたかを太鼓の曲に合わせてお見せいたす。
獅子奮陣という曲である。獅子奮陣、我が徳川軍が勇ましく戦場を駆け抜ける様を思い描きながら聴いてくだされ。獅子奮陣じゃ、拍手じゃ。はい、ありがとう。今日のお客様はいいね、ノリがいい。では参るぞ。ですね、お送りいたしたよ。ですね、うん、はい、そしてね、はい、この家康の動きが激しすぎて、はい、マイクがついてこれなかったよ。あ、よく言うやつ。ちょっと外れちゃってね、はい、そうですね、はい、しかしな、まあ見事に演じ切った。あのな、これだけの演舞を見せても、はい、我々は、うん、常に聞かれておるから、うん、息一つ乱しておらぬ。
定勝あんま何もやってないですよ。なんでだ。まあそんなことよりな、はい、先ほども言うたがこの美しくなった関原町、うんうんうん、まあそうなんや、観光地として来ても楽しい地であるな。そうですね、はい、ほなずらっと見てキッチンカー美味しそうな食べ物あるわ。いやいや、これはたまりませんの。田中さん何が気になる。あ、やはりあそこに浜松餃子のキッチンカーが来ておりますな。浜松の餃子のキッチンカー、はい、来てない、うん、あそこ書いてあります。そう、本当だ。いた。浜松。というわけで、浜松餃子、はい、ぜひ食うてくれな。私にも聞いてください。お、聞いてたのは何じゃ。はい、私の妻ゴードノが来ています。ゴードノ。ゴードノ。嫁、うちの嫁。この家康のな、あのファッションをな、うん、常にこう、ほうほう、洋服とか常に家康のな、うんうん、服を決めてくれたんだ。ファッションコーディネーター家康の。ああ、ありがとうな。後ほどな。さあ、というわけで、はい、この関ヶ原町、うんうん、見事にな、見合っておるんじゃが、あちらのブースにも各県のな、各地方の観光ブースがございます。はい、一番端っこにはな、静岡県、我々の出身である静岡県のブースもあるゆえな、はい、ぜひぜひ浜松の面白きところをな、うん、ブースに行って寄っていただき、うん、あの見ていただきたいなと思う。そうですね、コロナもな、はい、ようやくちょっと落ち着いてきて、ちょっとずつね、これからはさらに皆様がな、はい、日の本中をこう駆け回って観光してくださるように思う。浜松にもたくさん来てくれると思ってるよな、うん、浜松だけでなく日の本中がこう盛り上がるようにな、日の本各地の観光ブースをな、ぜひぜひ回ってみてくだされ。いいこと言う。ああ、いいこと言った。さあ、というわけで準備ができたようであるが、はい、次の曲参るか。はい、次は刃という曲を送り出すぞ。あ、そうか、そうだね。そう、はい、刃ね、うん、日本の心、侍の心であるな。そうです、刀、それをイメージした曲である、うん、それをな、今からご披露いたすぞ、はい、そして忠勝によるトンボ斬りを使った演舞をな、途中でこう融合してまいる。ぜひぜひそちらも楽しんでくだされ、はい、なんかお客さん増えてきたな。あ、さすが太鼓パワーですか。何万人ぐらい、はい、うん、10万と250人ですね。めちゃめちゃ多いな、ね、うん、というわけで盛り上がってまいろう、はい、やりましょう。拍手、ありがとう。
はありがとうございます。刃という曲をお送りいたした。はい、忠勝やと向きでよかったね。よかったですか。すごいよかった。ありがとうございます。息上がってない。平気の平八郎に平気の平八郎じゃない。そうだな、はい、そう、というわけでな、はい、このせっかくじゃから、はい、日の本中からお越しの皆々様に、はい、我々浜松の良さというものをぜひ紹介いたしたい。そうです、ね、なんといってもな、来年2023年そうですよ、 NHK 大河ドラマがどうする家康ということで、はい、岡崎、駿府、うん、浜松、この3カ所がな、そうですね、浜は徳川家康の大きな拠点ということで、はい、3カ所が大いに盛り上がる予定じゃ、うん、我々浜松もな、はい、便乗して、うん、岡崎駿府に便乗して、はい、盛り上がればいいなと思っている、はい、そしてな、せっかく来ていただいたお客様には、はいはい、浜松城だけでなく、うん、浜松以外の観光スポットや美味しいものなどを知っていただきたいゆえな、はい、ここで我々が、はい、ご紹介いたそう。まずは忠勝、はい、何かあるか。そうですね、うん、そしたらですね、元城町東照宮、皆様ご存知ですか。元城町東照宮って、うん、まあ、はい、浜松城の元の城じゃな、うん、そう、そこがあまりにも小さすぎたよ、はい、場所が後の今の浜松城を築いたわけだから、この家康がな、はい、あそこはな、パワースポットとして有名でありな、はい、もう日本日の本中の重鎮たちがな、そうです、マイケルパワースポットであるから、はい、浜松城からもこうな、道路信号を挟んですぐなんじゃな、そうですね、目の前の上に歩いていける、はい、ぜひぜひお越しくださるな、はいはい、そして秀忠は何かあるか、はい、ちょっとお城からは離れてしまうんですけど、ああ、ほうほう、浜名湖にですね、カモメがやってくるんですね。カモメ、カモメ、このカモメ、そのカモメ、ほうほうほう、遊覧船に乗ってカモメにこうカッパエビセンをあげることができるんですね。船でこう乗りながらカッパエビセンを、それツンツンされない、ちょうどいい距離感でね、やってくるので、ちょうどいい距離感で、ソフトタッチ、ソフトタッチ、なるほど、動物好きにはたまらない、そうですね、はい、良いところであるな、うん、で、半蔵は何か浜松おすすめスポットあるか。おお、え、なるほど、え、何、なるほど、通じ合ってるか、何て言う、え、わかるんですか。あの浜松エアパークというところあるらしくて、エアパーク、そう、航空自衛隊浜松基地のな、わかる、隣に併設されておる広大な敷地に、こう、さまざまな飛行機の歴史とかね、ああ、そう、もう武将好きな男の子は大体飛行機好きじゃん、うん、あ、飛行機好きなんですね。大体飛行機好きだからな、あ、しかもか、しかもな、そうですよね、ただあれですよね、何、ブルー一発、そう、しかもそこ、ただし、ブルーインパルス、南の知っておる、ブルーインパルス知っておるもの、あー、たくさんおるな、うん、なんといってもな、今松島、伊達どどのな、ところが拠点になっておるが、うん、はいはい、なんとそのブルーインパルスの発祥の地は、うん、我々浜松なんじゃな、そうです、お、浜松すごい、すごいというわけでな、はい、そういうな、もう航空業界でも有名な浜松でいうあるゆえな、ぜひぜひお越しの際はそちらも遊んでいただきたいなと思う、はい、さあ、というわけでもう時がだいぶ迫っておってな、はい、そうです、最後の曲となるゆえな、はい、最後の曲となるんじゃが、はい、もう時間ダメじゃな、もうね、みたいだな、どうぞな、はい、というわけで最後の曲はもう時間がないので、これでちょっと省略させていただくわ、うん、次のあのな、記念館に、そうですね、ああ、最後に龍神という我々のお箱の曲をお送りいたすゆえな、予告、予告、ああ、はい、14時半から我々の演舞あるゆえな、はい、よろしくお願いいたすな、お願いいたします、というわけで、はい、並んで、はい、浜松徳川武将隊の演舞をこれにて終了いたす、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。おなども撤収じゃ、さっそうと撤収じゃ。